草津国際音楽アカデミーフェスティバルは草津温泉で毎年夏に開催される音楽祭。教育目的のアカデミーと演奏会としてのフェスティバルの日本立てで開催される。毎日草津町内のどこかで開催される街角コンサートが名物の一つ。1980年バイオリニストとして著名な豊田工事を音楽監督。 音楽評論家演算一行を実行委員長に始められた下記の2週間にわたる音楽アカデミー。毎年その年のテーマに合わせて世界的な芸術家を講師に招き、例えばヨーロッパのニースやシエナ、ザルツブルクのアカデミー、アメリカで言えばアスペンやマルボーロといった下記講習のシステムを参考に草津独自のシステムで音楽を学ぼうとしている。当初より 世界的な音楽家が集まったことや、その音楽家たちから草津アカデミーが賞賛されたことから、ヨーロッパでも音楽家の間ではすでに草津は世界一級のアカデミーとして評価され、このアカデミーと音楽祭に招待されることは名誉なこととすら言われるほどになった。第11回目からは演算一行が音楽監督となり、さらに室内楽に充実したレッスンが行われるよう配慮された。 第31回からは演山一行が音楽監督から引退し、作曲家の西村明が音楽監督を務めることとなった。事務局の置かれる天狗山レストハウス草津アカデミーが日本で最初の本格的な下記の音楽アカデミーとしてスタートしたが、これだけの演奏家が来て音楽会を聴けないのは残念だし。 生徒にとっても先生がどうステージの上で演奏するかが一番のお手本というわけでフェスティバルが企画された。フェスティバルとアカデミーはいわば車の両輪のような関係でどちらが欠けても前に進むことができないとされている。1990年までのコンサートは天狗ン,ンレストハウスというスキー場のレストラン改造のコンサートホールで行われてきたが1991年に 待望の608シートの本格的なコンサートホールが草津音楽の森に建設された。また、2002年には室内楽用のイタリア製オルガンが設置された。草津国際音楽アカデミーフェスティバルでは毎年何らかのテーマを選定し、このテーマにのっとって演奏会プログラムなどが構成される。以下の講師がこれまでマスタークラスを開講し、指導に当たった。 タマスタークラスのアシスタントにも国内の著名な音楽家が多数参加している。ピアノには各楽器のアシスタントピアニストを含むありがとうございます。